の旅を続ける。 This is moonlight 流れる時を止め、永遠のような口づけを交わす。世界中の天使たちが微笑みながらセレブレーション。今朝見た日差しも二人をいつもより輝かせて、西暦2008年、町はディゴルズと呼ばれるモンスター出現のニュースであふれていた。登校中だった信と夏美も偶然事件に巻き込まれてしまう。怪我を負った夏美を助けるため、信はとっさに乗り捨てられた人型兵器リブラルに乗り込む。初めて乗るはずなのに思い通りに動かしてしまう自分に信は戸惑いを覚えていた。入院する夏美を見舞う信だったが、そこに正光と名乗る謎の男が現れる。その男は深夜夏美をライゼス、ゼルビードと呼び、必要な攻撃を仕掛けてきた。死の瀬戸際で深は無意識のままガイナー化してしまう。自分の隠された力に混乱する深、そこへ現れた特起隊隊長瀬川に促され、深と夏美は特起隊へと入隊することとなった。特起隊としての訓練の中で深たちは目覚ましい才能を発揮する。そして数度の出撃により、二人はついにガイナー、ライゼス、ゼルビードへと確実な覚醒を遂げるのであった。それと同じくして瀬川たちは軍の極秘機密を突き止めるべく陸上自衛隊基地へと潜入。そこで彼女らが目にしたものは、実機訓練中の事故により細胞変化を起こしてしまったテストパイロットたちの慣れの果てであった。秘密が外部に漏れるのを恐れた軍は突起隊を攻撃。激しい戦闘を辛くも逃げ切った彼女たちだったが、そこには森政に連れ去られようとしているテストパイロットたちがいた。彼らの中にかつての夫の姿を見つけた瀬川は、そのまま森政たちと共に消えていってしまう。隊長を失い気落ちする隊員たち。だが彼女たちの前には新たな局面が待ち受けていたのである。からどうします、響さん。須田警視が補充要員を要請しているわ。そんなこと言ってんじゃないんですよ。このまま何もしなくていいのかってことです。あなた、まあ、まあ、いて、そう。
身の程知らずの者どもが。敵は地上にはいないようね。ここは何ですか？航空自衛隊第16番基地。ここで3時間前に極秘で会議が開かれていた。メンバーは4年前の事件に絡んでいる人物たち。で、ドッカーン。証人は全て吹き飛んだ。あのデータといい、4年前のことといい、何があったんですか？それは俺にも関係があるんですか？話は7年前から始まるわ。富士の樹海において陸上自衛隊のレンジャー1名がくすほっこれが行方不これって正光とヤタで地下施設からリゴルあんたそってめあれはマイコはい隊長はしかしそこでまさかそうよしかここは立ち入り禁止区域です気をつけ投降しなさい相田さんどうするんですか我々は警察庁の特起隊です戦う意志も逆らう気もありません投降するんすか夏美、リゴルズの波動を感じるでしょかなり大きいですここは戦場になりそうよみんないつでも対応できるように準備して了解さあ哀れな人間どもよ我が軍門に下り我が意志と共に生きよ指揮官がいなくてさぞ寂しかろう隊長どうした無事なのかあの方は大事なお方のための器丁寧に扱っておる今あなたを捕まえて隊長の居所を教えてもらうわふん、面白いやれるものならやってみろWe'll be right back.
お見舞いするぜ。